はい、では行きましょう。空分球積と不等式の次の問題ですね。定積分を用いて次の不等式を証明せよ。正し N 代なりイコール2とするっていうことでね、こういうふうに与えられているんですけども、前回の動画でやった通り、空分球積を使った不等式やりましたよね。長方形の和の面積と、そして積分した面積を比べて、隙間があるから、どっちかが大きくてどっちかが小さいというふうに決まるよと。前回の場合は、ここに隙間ができるんで、この普通に積分で求めた面積よりも、こっちの方がちっちゃくなる。ね。長方形の和が積分の面積よりもちっちゃくなると。だからこれが言えるんだよ。っていうふうなやりましたよね。今回もそれに似てるんですけれども、前回の動画との違いはここなんです。今回は大なりになってると。ね。前回は小なりやったですよね。でも僕らの今回の方針としては、前回に確かに似てるんですけれども、大なりを言いたいっていうことは、長方形の形をしっかり考えないとダメなんです。前回と同じようにしてしまったら、長方形の和が、この積分で求めた面積よりもちっちゃくなるっていうふうになりますよね。僕ら今回は大なりを証明したいっていうことは、結論から言いますと、あ、ごめんなさい、こっちですね。この大なりを証明したいっていうことは、結論から言うと、長方形の作り方を、こういうふうに作る必要があると。ね。最大の違い、前回の動画との最大の違いは、前回の場合は、この1個目の長方形の高さは、ここで見てるんです。ね。1個目の長方形の高さをここで見てると。だから、ここに隙間ができるんですね。今回は1個目の長方形の高さをこっち側で見るんです。そしたら、こういう長方形になりますね。で、この隙間分大きくなる。っていう風に考えるんです。2個目の長方形。前回は2個目の長方形の高さをどこで見たかっていうと、2個目をここで見たんですね。ここ、2個目の長方形の高さにしたよと。だからここに隙間ができてちっちゃくなるよ。でも今回は逆なんですね。大なりを証明したいから、2個目の長方形の高さをこっち側で見ると。そして、こういう長方形を作ると。そしたらこの隙間分大きくなるよねと。こういう方針でやっていくんですね。だから、もしかしたら人によっては、今回この式のね、並びを見て、あ、これは N-1 分の1っていう数列のね、和だな、と思って fx イコール x-1 分の1って初め置いちゃった人もいると思うんです。もちろんそれは大事なことですね。ただ途中でできなくなりますよね。やはりここは y イコール x 分の1のグラフで考えるべきなんです。なぜそれでうまくいくかっていうと、こういうふうに考えていった場合、最後ですね。最後の n 番目の長方形の高さはどこで考えることになるかっていうと、1番目の長方形の高さをこの x が1の時の値で考えた。そして2番目の長方形の高さを x が2の時の値で考えたのと同様で、最後の n 番目の長方形の高さはどこで考えることになるかっていうと、この n-1 番目の、ね、x が n-1、x が n-1 の時の y 座標、これを高さと考えることになるんですね。だから、それでここに n-1 っていうのが登場してくれるんです。なので、今回の関数は y これ x 分の1で考えると、それで全く問題がないんですね。実際、どういうふうにうまくいくか見ていきましょう。一つ目の長方形は 1× この f1 っていうのは高さのことですね。ここのことです。1×f1。二番目の長方形 2×f2。あ、ごめんなさい。1×f2。横幅はやっぱり1。高さが f2 なんですね。同様に三つ目の長方形は横幅1。高さ f3 やから 1×f3。そしてラストの長方形は横幅1で高さがこの fn-1 なんですね。これでしっかり n-1 分の1が出てきてくれると。そして、この長方形の和は、ね、y イコール x 分の1のグラフを滑らかに書いた、この1から n までの面積と比べて、大きいんですかちっちゃいんですかっていうと、このはみ出てる分だけ大きいんで、大なりインテグラル1から n の fx dx、この面積ですね。この積分で求めた面積よりもはみ出てる分大きくなるよっていうことが言えるんです。そしてあとはこれを計算していけば、もう実はなんとそのまま答えにたどり着くんですね。先ほど申し上げました通り、最後は n-1 分の1になって、で、こっちは積分したね、ログ x の1から n になると。で、もうこっちいじってないです、ほぼほぼ。
ね、計算したらログ n 引くログ1になる。で、ログ1っていうのは0のことやから、結局、こういうふうにたどり着いて、そしてこれは与えられた式を満たしているっていうことになるんでね、もう証明できたという流れです。ということでね、ここでは前回の動画のね、不問求積法と不等式の違いに注目してね、求めましょう。前回は、小なりやったから、こういうふうに、ちっちゃくなる、隙間が出るような、ね、長方形の和の求め方をしたと。そのためには、高さをこっちで見るっていうことをしたんですね。右側を高さと見る。でも今回は大なりを証明したかったから、高さをこの左側で見て、ここはみ出させる必要があるんですね。その使い分けに慣れていけばいいと思います。あとはね、自分でもノーヒントでできるように類題見つけて、しっかり練習しておきましょう。